が作りました。あっとジノビリがあと3つ目になる。これはちょっともったいないファウル、そして3つ目を犯してしまったジノビリです。ゲーム1ではダブルダブル16ポイント11アシスト、昨シーズンのプレーオフファイナルゲーム5でスタメン起用24ポイント10アシスト、それ以来のポストシーズンのダブルダブルでした。